はい、どうもこんにちは。ホステルと申します。プレイステーション2のサイレンの実況からやっていきましょう。前回と同じくやっていくのは、須田京也の2日目20時。安藤より子と死人の巣に侵入していくっていうような内容のステージだね。では今日もどうぞよろしくお願いします。お前に言ってんじゃねえ。とっとと引っ込んだろ。いた死んじゃう。まあ、スナイパー死にとどういう風に華麗にブルーしていくかっていう過程だけで前回終わっちゃったんだけど、その過程だけで終わっちゃったんだけど、まあ、再度プレイしていく。つうかさ、このさ、ステージだけで動画何回かかるかわかんねえ。マジ。すまないけど、そのあたりをご了承いただきたいね。ゆっくりゆっくりお付き合いいただきたい。鍵を壊して住んでいく。てめえクソが。わ、これ運ゲーかな。だけど運ゲーの要素をはらんでるような気するわ、このステージ。なんかね、スムーズに行けたり行けなかったり。上からだとうまく走って、遮蔽物の影にヨリコを隠れさせた状態でスナイパーシミトをダウンさせていくっていうことがスムーズにできれば優しい。それは優しい。こいつ味方か。扉の近くでヨリコが本当に発見されたりされなかったりなんだよね、これ。それとも動き方が荒すぎるかな。だけどここ壊すときは立たないといけないし、あのスナイパーシミトはね、発見されてから撃ってくるまでが本当に早い。そして連射も早い。多分ね、敵が大幅に強化されてるわ、ここに来て。で、発見されないようにしゃがんでいく。前回からちなみにそのまま収録なんで、視界ジャックは残ってる。このゲームの最後の良心として、コンティニューしても敵の視界が残るんだよね、視界ジャックした分。それはすげえ嬉しい配慮。これ視界ジャック自体結構難しくて、 L2 を押して左スティックをぐるぐる回して敵の方向を索敵しないといけないんだけど、これちょっとでも外れるとすぐにね、あの砂嵐になるんだわ。だから敵の視界をホールドすること自体が結構難しかったりする、このゲーム。それまでの過程が難しいっていうか、敵の来ないところに隠れてゆっくり視界ジャックすれば全然済む話なんだけど、その過程そのものがめんどくさい、ぶっちゃけ。あ、大丈夫、見つかってない、大丈夫だ。こいつなんだよね、問題は。こいつをどういう風にダウンさせていくか。まあ、とりあえず遮蔽物に隠れて飛び出していくんだけど、こいつがね、また銃構え始めてから撃つまでも本当に早いのよ。はい、どうも。飛び出していけない。危ない。あー、ダメ。クソが無理くない。運ゲーなんだけど。これさ、綱渡りのようなゲームだよね、本当に。運が絡む場所が多すぎる。本来パズルのように展開を組み立てていけばゲームとしていけないとおかしいんだけど、このゲームさ、絶対運絡んでるよね。なんかね、高藤玲子と横田晴美の学校パートも運ゲーっぽいところがあるし、これなんか謎解きとか、あとそれとかいろいろな場所を調査しながら進んでいかないといけないホラーゲームとしては運の要素が強すぎるわ。運に左右されて死ぬのって本当に理不尽だ。ここ走って大丈夫かな。あー、ちょっと厳しいかもな、走るのは。よりこ、待って。
え、どこに行くのこれ。よし、オッケー。ああ、もう来てた。来るときは来るんだな、お前。とりあえずここで渡して、こいつに見つからないようにはしご降りていく。はしご降りていくまではいいんだけど、はしご降りた後のムーブなんだよね、これ。この青い、青いところで一回読んでみるか。青いこの塀みたいなところのそばから。一回敵読んでみるわ。向こうから近づいてきてもらうスタイルの方がいいかもしんね。おーい。てめえ舐めてんのか。それとももっと後ろに行けんのかな。発見されるよねこれ。あ、行けるわ。待て。おっぶな。こいつ耳いいな、他の死人に比べて。マジで耳がいい。こいつさえ消せばとりあえずライトつけても大丈夫だから。あ、ここ開いてなかったっけ。開けていく。しゃおら、勝ったな。ヨリコ、早く来て。そんな、早く来いつ来んだよ、この野郎。ごめんなさい。ごめんなさい、ほんとにごめんなさい。ヨリコちゃん？またハマってる！またハマってる！やばい！そりゃやばいって。ヨリコハマってるから。つうかさ、なんかここにさ、アーカイブっぽいものなかったっけ？前、宮田四郎のパートやってた時に。来ないんだけど、ちょっと待って、迎えに行った方がいいかな、これ。スナイパーを切る前に。起きた瞬間にスナイパーを、あ、降りてきた、降りてきた、降りてきた、よかった。そうこうしてるうちにスナイパーが起きる可能性がある。早く行かねえと。ヨリコよりも砂が率先して中に入っていった方が良さそうだな、これ。よし、閉めよ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 。これでとりあえずスナイパーの脅威からは逃げることができた。これさ、以前取らなかったアイテムとかってもうないよね。なんか取らなかったアーカイブがあるっていう風に聞いてたんだけど、ないよね、これは。さあ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 、食堂に入っていく。で、次どうすればいいんだろう。裏から出て、で、さらに奥。これ、そろそろオートセーブ一回入ってほしいんだけど。ダメかな。あっ！うわ、ものすごい所領地。やばい、処理落ちした状況では敵の方が有利では。あっぶな。あっぶね。お、これオートセーブじゃない。巣の中心への抜け道を探す。これオートセーブでしょ、ここ。しゃ、よりことりあえずここにいさせるか。先の探索は俺一人でやるわ。もうちょっと奥入ってくんねえかな、敵の。ちょっと、こっち側入れって、こっち側に。頼むよ。これの思った通りに動いてくんねえかな。何や、一回待たせて、押すか、自分で。自分で押すか。お前もうちょっとこっちへ行け。よし。何やってんのじゃなくて、お前の命を守るためなんだって。あんまりめんどくせえことばっかり言ってると、またタモに押し付けるぞ、お前は。オートセーブが入ったことを祈って、先へ進んでいく。ここから出られる？あ、もうバリケードになってる。わ、全面的になんか迷路みたいになってんだ、これ。これどっちに出てきてる？どっちの方向に出てきてる？これ家とか入れるか？入れない。あ、いるわ。拳銃じゃないよね。接近戦だ。大丈夫。いた！引っかかった。ここは強攻撃で、ダメでした。ちょ、なんなんだよ、お前は！だいぶさ、マップが変わってて、まだ探索しないところあるんだよ。こっちの左手、左手、左手。あ、なんもねえわ。なんかあるように見えない。あ、違う違う違う。こっちだ。こっちこっちこっち。なんだ！あー！やばい！先ほどの戦闘で体力。あー、だけどスナイパーいないのはありがたい。ちょっと一回視界ジャックしよう。スナイパーまだダウンしてる。いける。おっと？
折り込みのこぎり、折り込みのこが置いてある。これ取っていこう、武器として使えるかもしれない。あ、それとも何か鍵切ったりとかできるのかな、これ使って。刃を折りたたむことのできる小型ののこぎり、作りが弱いので武器として使用することはできない。作りが弱いか、ということは鎖とか切ったりすることもおそらくできないってことだよね。何に使うんだろう。あ、そしてこれ必要コードじゃない、必要コードじゃないっていうことはどういうこと。ヨリコ連れてった方がいいかな、これ死人2体いたから。ここはむしろ連れて行った方が安全変えるかも。先にいるのはダウンしてるやつ1体だけだから、まだ起きてきてねえよな、さすがに。よし、来てない来てない来てない。家の中って入れなかったっけ。もう完全に打ち付けられてるんだ、ここは。郵便ポストも変わってるなんて。この先は、え、これ何、もう一体狙撃手いる。どの辺だ、もうちょっと近づいてみよう。ここ曲がったところかな、ここ曲がったところにいるわ多分。ねえ、どうすればいいんだ、いけねえから。こっちが、え、こっち側いけるか。あ、いけない、ちょっと待って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 、蓋が閉じられて開きそうにない。はいはいはい、分かった、それは分かった。おい、どうすればいいんだろうこれ。再びどこかに登っていくのかな、ちょっと待ってね。え、この木から登れないでしょ、そんなに。あと、よりこそこにいたらまずいって、シフト起きた瞬間にやられる、動かされる、そこはまずいですよ。俺先に行かして、先に行っちゃう。あー、クソが、これどうすればいいんだ。こいつの視界をつぶさに観察して、あ、ダメだな、これどこにいても見つかりそう。反対側見る、こいつの視界をかいくぐって先へ進んでいくしかないか。さあ、どうすればいい。俺今どの辺にいるのか全然わかんないんだよね。あ、マップの下のあたりか。多分この石川家のちょっと手前あたり、石川家のちょっと上に見える通路のあたりの曲がり角のところに多分いる、今俺。つうことは、あの狙撃手やっぱりなん、あ、あ、びっくりした、何やってんのかと思ったわ今、てめえ。さすがにさ、俺が全然チキンで進めねえからと言って、そういうのは勘弁だわ。いや、死人に掴まれてんのかと思ったもん。向こう向いてる隙に、壁沿いを通って、あいつの真下に潜り込めば、この狙撃手のね、真下に潜り込めば、もしかしたら発見されないかもしれない。この最初の狙撃手は見たところ、最初の地点から動いてこないから、もうこいつに発見されることはない。ダウン時間長いよね、こいつも。起きてきた、起きてきた、起きてきた。こいつ起きてきたところで、再度ダウンさせて、ヨリコ、てめえ俺を惑わすな、魔性の女が。しょっちゅうこいつがドアップになるからさ。そうそう、この辺見てる間にこいつの島の真下に潜り込めないかな。あ、でもこいつもしかしてヤグラの上かなんかにいる。あ、多分この上にいるんだ。どうしよう、とりあえずは、そうそう、こっち向いた隙に足元に潜り込めねえかな。よし、あ、これで発見されないんだ。へえ、何してんの。これはもう、これはもうナムさん、ナムさんスタイルで行くしかないと思ったけど、ここに一旦登ってどうすんの。俺登った覚えない、許して、許してくれ。罪を悔い改めていくスタイルか。普通にここまで来れたわ。ここもしかしたら車線に入ってないのでは。よりも生きてるでしょ、大丈夫だろ。
どこにいるのお前。うーわ、これ方向見失っちゃった。え、このスペース何、このスペース何、次俺どこ行けばいいの。ここ、あ、木片が打ち付けられて塞がれている。向こう側は通路が続いているようだ。壊す道具があれば中枢に侵入できそう。うん、あ、登ってきたって、登ってきてここを壊すことができればもうゴールってことだ。わかった。つうことはさっきのノコギリの出番だね。よりこう置いていくわけにはいかない。狙撃手をかいくぐってここまでなんとか来てくれねえかな、よりこ。頼むよ。これ引き上げないとダメなのかな。あ、そうだそうだ、よかった。よっしゃ来たぜ。これはクリアだろう。そうそうそう、女のキャラクターの場合ちょっとした段差でも上がれねえから、おっぱい触れるとかなんてのは知らないけど、引き上げないといけないんだよね。狙撃手にさらされてるのにつぶてえ女だなお前。結局どこ取らないとここは進めなかったっていうことだ。やったぜ。きたー、終了条件エピソードクリア。これ終了条件2とかあんのかな、このステージ。すげえ難しかったんだけど。ありえねえ。狙撃手がやっぱり厄介だよね。お、シナリオセレクトできるんだ。この先には、今のところはいけないってこと？解禁されてないってこと？一応規定ルートでやってみるか。あー、戻っちゃった。先へ進めたのにピースがまだ足りないってことね。じゃあ次はどのステージに行くのかっていう、プランを立てよう。リンクナビゲーター使えるようになったからね。ああ、このステージか。廃屋に捕らえられて、で、前田家の奴らと格闘しないといけないところだ。ここまだ持ってないんだよね、終了条件に。あ、ただね、アーカイブあるんだわ、ここ。アーカイブとか、他のキャラクターの終了条件にの解放必要条件か、があるんだけど、子供部屋に入らないといけないっていうところだ。これはなんだっけ？おや？い？いや、わかったわかったわかった。これの終了条件に確認させて。これの終了条件に確認するわ。ただ脱出するだけではダメということか。気になる？さあ来い。何が来る、何でも来やがれ。いや来るな。ヨボダ・ハルミの侵入口を作る。この時点ではハルミもまだ生きているってことで、ヨボダ・ハルミの侵入口か。ヨボダ・ハルミのっていうところがポイントだよね。だからもしかしたら子供じゃないと入り込めないようなところにちっちゃい穴開けたりとかするんじゃない？ノコ使って。違うかな？多分考えられるとしたら、この石川邸と理髪店の間のスペースに入って何かしないといけないっていうところは考えつく。ここ探索できてなかったからね。敵とかの配置は変わらないのかな？この狙撃手、どこのやつだ。あ、はい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 、ヤグラのやつだ。敵の配置は同じっぽい。あれ、狙撃手一人いなくなってない？これどこだ。今ね、スティックを右下あたりに倒してるんだけど、家の中だよね。これどこだろう。あ、やっぱりこいついるわ。いるところからちょ
ちょっと動かしたところだから、これ六角形の中とかにいんのかな。これ追加配置っぽくない？これ追加配置だよね多分。こいつがポイントになってくる可能性があるな。何やってんの？うっせ。はい、というわけで今回この辺で終了にするか。次回どうしよっかな。この状態だったらリンクナビゲーター使えるよね。初めてのステージじゃないから。悩ましい。まあまあ、ともあれ、ここサイドやってみるか。うん、そうする。では、ご視聴ありがとうございました。